こんにちは。じゃあ今日はね、刑事物語パート5、やまびこの歌でお届けしようかと思います。まあ本作品をもってこの刑事物語終わってしまうんですよね。非常に残念ですよね。まあでもね、第6作の構想がこの後も現れては消え、現れては消えしたと思うんですよ。で、そのことはね、特典映像の中で武田鉄矢さんが語ってますので、ぜひ DVD をご覧ください。で、今回はですね、何点かにこうやってま,たまとめてみたんですけども、一つ目、ハードボイルド回帰かなっていうことで、 ちょっとね、本当にね、刑事物語っぽいスタートになってますね。なんかね、当時の時代をちょっと反映してるのか、グリコ森永事件をちょっと匂わせるようなつかみがありますね。こちらの方、牛乳を飲むシーン、よくご覧いただければと思います。あとはね、次元爆弾ネタ。これも、うん、最終的にはちょっとずっこけて終わるんですけども、いや、これもね、時代を反映してるのかなっていうところでございます。 まあ昭和の時代の作品ですから、うんんかね、まだ JR とか出てない頃だと思うんですよ、まあ。その辺も加味して見ていただければ、電車と、それから街の風景え、こういったものがね、楽しめるんではなかろうかと思います。で、えっと、ハードボイルドに続いてのことなんですけど、ハンガーヌンチャクですけども、なんか新作のハンガーヌンチャクでね、まあ、3つハンガーをこう組み合わせた、なんか三節棍みたいなやつ。 当時少林寺16号っていうのが36号かっていうのがあって三節魂が日本にも知らされた時だったんですけどもあれを模したものかなと思うような武器が出てきましたねまあでも実際は三河ヌン,ガルンっていうのは今回も出てこないんですよちょびっと出てくるんですけどもんちょっと別のものが出てきますのでその辺もお楽しみということでございますで今回の作品で特徴的なのはね、まあ、大物女優の起用が随所随所で見られます これパッケージもなってますけども角ちかこ子さんでしょそれから安田成美さんでしょ大沢逸美さんも出てるんですよその他ね結構この5作目には後々10年後20年後30年後にえっ こんななな大物にっててるののみたいな人がもう山のように出てます、うん、当然ですけどももうすでに大物の人もねこの作品に出てくださってるところであの多分ねキャストさんね刑事物語の,このファンの方ばかりだったんじゃないかなというのと同時に武田鉄矢さんがこの映画界とかその何ですかねドラマの世界にねものすごくね名前を聞かしてきた頃まあ金八先生がねもう大ブレイクしてる頃ですから無理もないなと思うんですよ。でおそらく私の推測ですけども 金八先生シリーズをはじめとして引っ張りだこになってきたんで、刑事物語の作成が後回しになっちゃったのかなって気がするんですけどもねいや。その辺ね、もうちょっとこれ、今のインターネットの時代だったら、続編が作られてるような気がしてならないんですけどもね。はい、そしてですね、私の記憶するところ、死亡フラグが初めて映画の中に採用されたのが、この刑事物語です。というのがね、 片山はじめさんが張り込みをすることを命じられるんですけどもある理由で張り込みができなくなくっっちゃったんでで、すよで。代わりに同僚にお願いするんですけどもその同僚がですね「俺今度は彼女と結婚するんですよ」って言いながら職務に就くんですよでその後はねどうなったのかはちょっと作品を見ていただければと思いますまあここまで言ったらね分かるかもしれませんけどね えー、それですね、やっぱ前編を通じてその「男はつらいよ」の寅さんとこの片山一刑事がものすごくかぶるところがあるんですけどもそれはやっぱりね作品の冒頭とかあとラストシーンでどうしても電車が出てくるんですよねその電車によって街から街へそしてドラマからドラマへプラスマドンナの存在が毎回出てくるところこの辺も今回はね結構面白いですよというのがね片山はじめさんねこの2人の主人公たる姉妹の 各近子さんお姉さんの方が好きなんですけども妹さんの方が思いを寄せてるのが片山一さんっていうことが言葉には出ないんですけどもドラマのいろんなところに出てくるんですよねだからそれをこうね右行ったり左行ったりやきむきしながら見るのもファンの楽しみ方かなと思います、えー、そしてラストシーンは電車と片山はじめさんとそれから安田成美さん扮するところのこの役職役柄名忘れましたけどねいやこのね本音が語られてるところが最後こうね もすすごく印象的ですね、うん、これは監督もねあの最後ラストシーンをものすごく考えに考え抜いて作ったんだと言われてましたけども楽しみにしてあければと思います。というところで「刑事物語」はこれにて、ね、完全終了してしまって、まあ、続編作りたくても武田鉄矢さんがねもうねもう5年齢ですんでねちょっともう難しいかなというところがございます、うん、ただやっぱりこの作品を通じて当時の世相ですとかそれからあの「男はどう生きるべきか」とかね まあ女性はどうするべきなのかとかね、そういったところがいろいろと学べるところがあるんじゃないかなと思います。第一作目は田中邦恵さんが出てきてね、あの例の老和の女性がマドンナだったというところなんですけども、どこに行っても優しくて強い片山はじめさんが、それでもなおかつ新しい出会いを求めて流浪していくところが、まさにこの吉田拓郎さんの唇をかんしめてそのものだったんじゃないかなと思います。それでは。